はい、こんにちは、ピアノ電子です。ご視聴いただき誠にありがとうございます。今回の動画はですね、2021年4月21日演奏分の、数曲演奏しました分 の, まとめた振り返りの動画ですね。個別の演奏動画とか、個別の解説動画の方はですね、そちらの方を見ていただくということで、まあ、こちらはあまり人気のない、全体のまとめの動画ですね。まあ、一応2021年3月11日それから2021年の4月20日、それで今回3回目の撮影分の、まとめ動画ですね。動画の方はもう30本ぐらい上がっているんですけども、で今回の分追加してですね、30数本、なるんですけども、まあ、くくりとしてね、3回目の、投稿分、4月21日投稿分の、全体のまとめというような感じになってます。まあ、私の動画は、ピアノの演奏とですね、トーク、解説、そういったものをちょっと分けている関係でですね、このような感じになってますけども、ちょっとひとまずこんな感じでね続けていこうかなというところなので、よかったらご覧ください。まあ、一応その、21日の撮影の時どんな感じだったとかですね、あとはちょっと今後どうしていくかみたいな話も今日はちょっとしていこうと思ってますので、お付き合いください。セトリを振り返るとですね、目隠してインフルエンサーね、乃木坂のインフルエンサーを弾いたやつとかは、一応種明かしの解説動画もあるし、演奏動画もね、ああいう感じでね、ちょっと最初のちょっとうまくいかないところからちょっと入れてみたんですけども、どっちにしてもちょっとね、練習はねした方がいいかなって、最近ちょっとなんか思い出したように、このイントロのフレーズをね、なんかちょっとじっくり練習したりはしてるんですよね。そのちょっとまた撮り直しするかもしれないですけどね。ちょっとそう、あの段階ではあんな感じですね。とにかく、寒かったりしてね、調子悪かったというのもあるんですけどね。であとはなんかマイロマンスをやって、あとはワンダフルワールドと、ちょっとジャズスタンダードナンバー的なものをね、やってみましたけども、一応ね、ジャズの動画多いんですよね。なんか振り返って今までのセトリとかも見返してみると、ただそんなに僕はジャズがっつりやるっていう感じでもないし、ジャズ嫌いじゃないですけどね、好きかどうかというのはちょっとそう微妙なところなんですよ。これについてまたちょっとね、詳しい動画をまた上げていこうと思うんですけども、ちょっと素人の演奏に近い感じで行った時に、あれぐらい弾けてればいいのかなっていうねところありますけどね、ちょっとわかんないです。もっとね、気合い入れてやるべきなのかもしれないですけど、であとちょっとね、ここどうなるかちょっとわかんないですけど、まとめ動画だけに、YMO のトンプまたね懲りずにチャレンジしたと、2回目の動画をご覧いただいた方は、2回目のまとめ動画にね、最後トンプ入ってるんですけど、これがうまく弾けなくてですね、なんか編集でごまかしたというような感じでやったんですけど、もう一回ちょっとやってみたのが、これまたちょっとあんまりうまくいかなかったんですね。でここをねカットしようかどうか今迷ってます。でトンプの後ミーシャのエブリシングですか、非常になんか時期外れというね感じもするんですけども、あとちょっとなんか間延びした演奏をしてる感じはありますね。うまくいったかいってないかもちょっとあれですけど、この辺も解説動画でさらにちょっと詳しく掘り下げてますけどもね、やっぱりなんかこうちゃんと復習してね、しっかりやるべきだったというのはなんか全体的にちょっと言えるところですけどね。で最後また財津和夫の規定のない贈り物を弾いたんですよ。これは4月20日動画というね、2回目の、投稿分のくくりの中でも同じ曲をやっているので、アナザーテイク的な感じですけど、同じ曲やったんだなというね、自分でちょっと覚えてなかったんですよね。でこれはこれでね、なんかこっちのバージョンも一応切り抜きというかね、単独の動画と両方ちょっと上げてみようかなという、まとめのやつと両方入れたはずですね。
なんかまあ瀬戸り的になんかミュージシャンのエブリシングで終わるよりは最後この1曲あった方がいいかなという感じがしたんでね、まあ、演奏順、まあ、当日のね演奏順一応なんかそのような感じではあるんですね。まあ、ちょっとその後の話でまたちょっとやりますけど、でこの瀬戸りなんですけどもね、まあ、過去その2、3、まあ、これで都合3回目というような感じですけど、1回目8曲だったかな、で2回目13曲で最後6曲ぐらい弾いてるのかな、ちょっとカットして、なんか曲数がね若干増減あるかもしれないですけど、この辺の瀬戸りっていうのはなんかどう毎回どうしてるかというとですね、ピアノ1本で札幌シティジャズっていうイベントがありまして、あれに出てたことがあるんですよ。毎回30分ワンステージなんですけど、なんかまあ自分でなんか当日弾けそうな曲をババって書いていくんですよ。で書いてってでもう始まる直前ぐらいですかね、会場の雰囲気とか見ながら今日はこれやってこれやってこれやってかなってなんとなくあるんですけど、まあピアノに向かってからほぼ弾き始めるというかね、でなんか、まあ、ある曲を演奏しました、あこの流れだったら次あれだなっていう感じで、おおよそなんかこう弾けそうな曲のこのリストの中からこれじゃあ次これいこうっていう感じで選んでるんですけど、動画の方のね瀬戸りも似たような感じでやってます。まあ、この中ね20分とか30分とか回してやるっていうのは感覚的になんか自分で一番このやり方がやりやすいなと思ったり、ちょっと崩れた演奏とかもありつつもなんか、まあ、まとめの動画とかね、うん、1本で見るとまあなんかピアノ弾いてる人がなんかまあまあな感じでやってるなっていう風にこう見える風なのは、まあ、僕が収録の時はこういう札幌シティジャズに出てる時の感じで弾いてる意識があるからじゃないかなと思うんですよね。だからまあその瀬戸りとかもその時の ああいう毎回ね札幌シティジャズ出てた時のようになんか思いつきでちょっと選んでるという、まあ、ちょっとそういう余計なちょっと話したりするわけなんですけども、それでですね、まあちょっと今回は前回ちょっとやっぱ30分以上回してですね、いろいろ機材のこととかよく知らないでですね、まあいろいろミスがあったりとかして、まあその後編集がちょっと大変だったりしたこともあってですね、まあなんとか20分以内にしようということで、なんとなくの時間の目安でね20分以内っていうふうに演奏し始めたんですね。でまあ、1回目ね、1回目は偶然なんかまあ17分ちょいぐらい回して8曲ぐらいやってましたけど、あれ短い曲がね結構多かったんですよね。で今回も長い曲長いし、まあでも短めの曲でも3分ぐらいはやってるんじゃないかと思うんですよね。でまあそれでなんかなんだかんだで、まあ、4分ぐらいですかね、でまあ5曲ぐらいやってるので、まあなんか尺的にはなんかまあこんなもんかなというねとこですけどもね、でなんかこの日はなんか知らないですけど、僕あんまり覚えてないですけど目隠ししてインフルエンサー弾くっていうのをどうしても撮影したかったんですね。で一発目にそれをやって2、3テイクやってうまくいかなくて、3テイク目ぐらいでうまくいったなと思って、でまあなんだかんだでうまくいって、ああできた、で一回止めて、でそこからなんかさらにいつものようにね思いつきでなんか何曲弾いたというような感じではあるんですけど、前回調子悪かった翌日ですからあんまり調子変わらずね、今日もあんまりいまいちだなみたいなね、まとめの動画とかにはなんか調子出ねえなみたいな、なんか自分で喋ってるくだりとかもあったかと思うんですけどね、まあとにかく演奏がまあちゃんとやんなきゃとか、あとまあ解説もねちょっと生意気になんかやってるけど、まあ、もうちょっと技術ね向上しなきゃなとかね、なんか反省すべきところはね多くてですね、まだ私もちょっと初心者なので、まあ、そのあたりはね今後ちょっと気をつけてやっていこうっていうね、ことでございます。
で、まあ一応ね今後のねいろいろ考えてることはあるんです。ちょっとなんか俯瞰撮影というんですかね、その鍵盤がもっとねちゃんと見えるように撮影しようとかですね、横からの動画でもちょうどマイクがマイクスタンドがね重なってるんですよね。どうしてもちょっとねこの位置じゃないと収録しづらいとか、まあ、うちのスタジオがね狭いので、まあ、その関係もあるんですけど、まあどうしてもちょっとこのマイクスタンドの位置動かせないんですけど、ちょっとまあカメラ位置だとか撮影を改善してですね、ちょっと鍵盤がうまく見えるようにとかね、うまくちょっとね調整しようとは思ってるんですね。であとはねショート動画っていうのも流行ってるのでちょっとやってみようかなと思ってて、ショート動画はねもう映像は iPhone で撮ろうと思ってるんですけど、映像はまあまあでしたね。なんか鍵盤も見える感じっぽいですし、で音は iPhone のカメラで撮ると結構悪いので、まあちょっとねまあ別撮りしてまたミックスしようかなと思ってるんですけどね。解説動画はやっぱりちょっともうちょっと詳しくやってみようかなと思ってます。なんか私もそんな生意気に解説するほどではないんですけど、ある程度は経験とかいろいろ長くやってるの知識もあるので、なんかねよくね私もまあ普段電子ピアノの販売員やってますけどもね、これどうやって弾いてんのとか、あと以前私の個人の名前で上げた動画とかでもね、楽譜欲しいとかですね、どうやって弾いてるのかって、まあ、その外人日本人問わずいろんな人からなんかコメントとか来てね、まあ前の動画でも片っ端からコメント返してなかったんですけど、でもなんかそもう定期的になんかそういうコメントがつくようなところがありまして、まあ私の分かる範囲であれば何か解説ねできることをやっていこうかなということで、解説の動画もちょっと撮影場所を新しく整理してですね、ちょっと今準備しているところでして、まあそれでちょっとなんかより分かりやすくね、なんかいろいろちょっと楽譜をバンと出したりとかですね、やっていこうかなと思ってるんですね。というわけでね、まあ一応全部ねストックがねこれでなくなりまして、一応新しい動画とかね、いろいろやっていく段取りできたので、まあまあ定期的にちょっと新しい動画をね、投稿して、やっていこうと思ってますんで、ちょっと今後の予定のねところでちょっと言い忘れてたんですけど、おそらくなんかピアノの先生も教えてくれないようなまあ話というんですかね、まあ、技術的ななんかそういうのも、ね、ピアノトークっていうちょっと枠でねやっていこうかなって思ってるわけですね。例えば技術よりもほにゃららの方が大事とかね、まあこれはまあそのうち動画にするかどうかです。ピアノはほにゃららで弾くみたいなね、まあこういうのもちょっと面白いんじゃないかなみたいなね、手とか指以外で何で弾くんだよっていうね、感じかもしれないですけど、まあちょっとそういうなんかお題でね、お題でというかね、まあそういうテーマでちょっとなんかそのピアノ全般なんかそのジャンルとかあんまり関係なくね、ちょっとそういう話でね、まあそういう話をするような動画とかもね、上げていったらどうかななんて思ってます。まあそんなわけで、ざっと駆け足に、振り返り動画ということでね、2021年4月21日の演奏動画の振り返りということで、今日はありがとうございました。また、一つ今後とも、よろしくお願いいたします。それでは。電気店で電子ピアノの販売員をやっているんですけど、ピアノの方は全然さっぱりハートポップぐらいしか弾けないんですけども。